22日日曜日の洗濯天気予報をお伝えします。まずは天気分布予想で見ていきましょう。前線が接近通過する影響で早いところで東北から朝から雨が降り出します。その他のエリアも北から、そして日本海側から順次雨が降り出す予想です。日本海側のエリアほど明日は洗濯物は部屋干しが良さそうです。ではマップでも見ていきましょう。選択指数マップです。札幌、秋田、福岡は乾かないアイコンとなっております。こちらは朝から雲が多く徐々に雨が降り出します。洗濯物は部屋干しが良さそうです。また金沢、広島は乾きやすいアイコンです。日中は日差しが届くこともありますが、だんだんと雲が多くなり午後はにわか雨が心配です。洗濯物外干しされる方は空の様子にご注意ください。名古屋も乾きやすいアイコンです。雲優勢の空、シアラインの影響でこちらもにわか雨が心配です。その他のエリアでは広くよく乾くアイコンが採用されています。こちらでは気持ちの良い穏やかな空が広がって、洗濯物も空っぽよく乾かすことができそうです。以上、洗濯天気予報をお伝えしました。